じゃあみんなマリオカートの動画を見といてくれ。そう、どうもりもん。ん？え？あれ？くるみさん？え？え、今配信やってんだけど。え？え？プリン持ってきた。あ、プリン持ってきた。え？プリン持ってきた。入れとく？ああ、もう。え、いや、もうしてんだけど。え、して、え、俺するって言ってなかったっけ？え？え？帰ります。あ、え、か、帰んの？あ、そうなん。え、後でスプラするんでしょ？え、俺するって言ってなかったっけ、さっき。するって言ってなかったっけ？びっくりした、今な。何が来たかと思ったんだけど。いや待って、素で入ってこられてびっくりしたんだけど、スーって来られたら。いや別にいいけど、別にいいけど。いや終わってないんだよ。今はちょっとね、メカトラでなんかやっててさ、コメント欄が面白いことなってんだけど。仮眠会、くるみんかわいいだって。え、来ても大丈夫なんじゃない？閉めてるんじゃ、なんで来てんのみたいな感じなんだけど。確かに。いや、いいけどさ、びっくりしたわ。あ、いいよ、来たらいいや、なんで。来たらいいじゃん。プリン持ってきたのか、プリン食べようかな。プリン持ってきた。今お風呂入ったところなんだけど、自分も。そこ座ったらいいんじゃない？プリンをスーパーで買ってきて。プリンをスーパーで買ってきて。女神の声が聞こえるだって。びっくりした。そりゃびっくりさ、いきなりガチャって入ってきたら。うっと思ったもん今。面白いかなと思って。いや面白い、まあ面白いんじゃない。親フラみたい。そりゃね、親フラみたい。普通にいつもパッて入ってきた。あ、確かにパッて入ってくるからさ。 そのノリで入ってきたんだけど。そう、くるみん顔見たい。残念ながらね、ちょっとダメだ、見せられません。見せられません。今ね、すっぴんなんて。うるさい。とてもお似合い。ちらっとくるみん見える。そりゃね、ガチャって入ってきたからな。そう、そりゃびっくりしますわ。くるふら。くるふら。ガチャみたいな。スーパーから帰ってきたよみたいな。いつも言わないからさ、えとか。えって思った。いつもえとか言わないからさ、えみたいな、こっちは。いや、こっちもえってなるよ。だって配信してるもんみたいな。よかったね、ゲームの配信じゃなくて。親フラ。黒フラでしたわ。ガチャみたいな。今来ました、こんばんは。クルミンがいるだけで癒されるだって。今来た方こんばんは。なんかさっき電話かけたんだけど。私、ああ知ってるよ、だって俺ライブしてたもん。あ、なるほどね。あ、かかってきてるわみたいな。もうすでに始めてたんだ。そう、結構知ってる。いや、ちょうどだと思う、多分。こういう時にね、クルミさんの YouTube の通知は来てないんですね。そう、俺もさ、通知行ってない人結構多いんだけど、今日なんで？わかんない。来てる人もいるみたいなんだけど、通知反応しねえ。出た、うん、あ、今通知来たんかな。結構来だしたね、こんばんは。あ、さっき来てるな、やっぱり。うん、ちょっと遅れてきた。そう、なんか10分ぐらい遅れるんだよね、こんばんは。社畜さんとくるみさん無敵。今日のさ、飛び盛りの動画良かったって言ってた。あ、ほんまに？よかった。飛び盛りの動画。ちょっと後で飛び盛りの動画撮ろうかな。自分も。くるみんが来たラブラブ夫婦で配信ですか、だって。今日何してたん？え、さっきね、スーパー行ってきてね。知ってるよ、もう知ってるよ、みんな。で、そう、ちょうど帰ってきて、着替えて、プリンをね、そう、届けに来たわけよ。だってさ、プリンを届けに来たよ。だって、くるみさんはって聞くから、え、スーパー行ってるって言って。で、さっきさ、あれ、パンミミさんにスパシャあげてたよ、みたいな。あ、そうなのみたいな。あれ、スーパー行ってるはずなんだけど、って言って。え、なんか、パンミちゃんがね、チャッチくるみチャッチルーって言ってたよ。ああ、知ってるよ。知ってる。だって、俺も、だって途中でここで見てたもん。こっちで、あ、なんか、どんな、けど俺もやらないといけないわ、みたいな。そう、なんかさ、今
OBS がなんかバグってるのか知らないけどさ、なんかマイクの設定とか全部なんか初期になってたな、初期設定みたいな、なんか棒読みちゃんもなんかバグっててさ、勝手に立ち上がってくんだよな、こいつ不死身みたいな、ほら見て。え、それ使うの？いや、前使っててで消したんだよね、一回で、アップデートしたらなんか生き返ってきてさなんかさ、一応ソフトだけはつけてたんだよね、起動しないように。なるほどね。そう、コメントビューアーもちなみにおった。なるほど、ね、マップでしたら、うん、けどなんか棒読みちゃんが不死身のように立ち上がってきてめんどくさかった。不死身じゃん。そう、あ、黒見さんこんばんは。よかったじゃん。スポンサーさんこんばんは。こんばんは、初見です。こんばんは。ポテトフライさんこんばんは。さっきの流れ臭すぎるそれはね、神回みたいな、そうそうそう、クルフラみたいな、ええみたいななんかえって言うからこっちもええごめん誰だったみたいな、うん、もう配信やってるみたいなちょ、クルフラこれ動画化しようかな。だって恥ずかしいんだけどクルフラのところだけ抜き出してちょっと動画化しようかな。配信してたらクルミさんが途中でやってきたみたいな、ドッキリみたいなドッキリみたいな、プリン持ってきたみたいな頭痛いので落ちます。大丈夫か。なんかね、ミルクティーのね、うん、プリン、ミルクティーのプリン食べるわ。そうそうそう、めっちゃ美味しいやつ食べますわ猛烈な眠気が襲ってきたので落ちますって。どんだけ眠いね、みんな。うん、これ見て、宣伝してる、3000円。ありがとう。だからもう売り切れらしいよ。あ、マジで、結構、うん、待って、私まだ買ってないんだけどえ、だからもう売ってないらしいよ、ほとんど。あ、マジで。残念。やば、残念。それはそれでめっちゃ嬉しい。残念。うん、2人の口癖何何みたいな確かに。あドッキリ神生放送、確かに今日ドッキリだったわ、びっくりしたわ配信やってたらいきなりくるみさんがやってきて、えみたいなあららら、みたいな。プリン持ってきた。あ、そうなの、みたいな。毎回ピンポンって押すのもな、なんか。動画か。ちょ、これさ、後で抜き出して動画にしてあげとこうかな。動画にして。配信やってたら突然くるみさんが来たみたいな。何今書いてる日記はこの生放送のことだよ。嬉しい。どういうこと今書いてる日記面白集でスプラのキルシの最後にクルフラやってほしい。クルフラ。クルフラ。配信やってたら突然くるみさんがやってくるドッキリみたいな明日仕事行きたくないから代わりに行ってほしいな、うん、俺も行ってほしいわ。くるみさん仕事行ってきたい代わりに。いや、でもちょっと私頭がダメなんで、スペックがないんでダメですね仕事ができないからいけるでしょ使えないんで、いけるでしょ。社畜さんじゃないと務まらないんで。社畜さんは寝てるだけです会社で寝るのがお仕事なんで嘘でしょ今日の名言クルフラ。今日めっちゃ喉調子悪いな。大丈夫、うん、初見です。こんばんは。咳を我慢したくてもできないんだ、うん、こんばんは。私も名前くるみで紛らわしくてごめんじゃいだってこんばんは今来ました。佐藤さんこんばんは。日記が宿題であるからそのことを書いてるよ初見です。カップル初見です。こんばんは。初見さんこんばんは初見でフラ見れたなんて幸運だってさフラフラいいじゃん。いいんじゃない。なんか飛び出す動物森になってるんだよねこれ。なんでなんだ。あー確かに謎すぎる。こんばんは。この前やっとったけどなんか毎回さ、その前回のライブの、うん、でカテゴリーが受け継がれるよね。うん、謎すぎん。うんそれなんだよな。謎すぎゲーム。チャチクルミチャンネルの動画見てくれたかな。チャチクルミチャンネルの動画みんな見てくれたか、まあ、みんな見たんじゃない。割と割とね見てくれた気がする、うん、割とね再生回数も伸びてた気がする。これ何本ぐらいな今。あーどうなんだ、ちょっと待ってよ。割とね行っていると思うんだよね。今来ました。こんばんは右下。え、でも3000回以上言っているよ。お、ゆうさんこんばん。え、なんて反映されてないけど、うん、3200回ぐらい言ってる。3200は多すぎでしょ。いいじゃん。3200は多すぎる。3000回いいじゃん、うん、よきじゃん。よきじゃん。くるみ入院してる。しないよ。ほのぼので癒されました。こんばんは。どうぞ。しないし、うん、何が映んない。しないよ。映んない。初見でもカップル。
くるみさんのスマホかわいいだって。スマホ？スマホ。スマホケース結構持ってるからね。スターウォーズ今は。シャーペンが変なになってたけど治った。夢訪問動画めっちゃ良かったですだって。